ジョージ2世は、ハノーバーサ、第2代グレートブリテンを及びアイルランド国王、ハノーファー選定校。選定校としては、ゲオルク2世、アウグスト。ジョージ1世とヒデ、リューネブルク校、ゲオルクビルヘルムの娘、ゾフィードロテアの息子。ジョージ2世は北、ドイツで生まれ、外国で生まれた、イギリスの君主としては、最後となった。 1701年王位継承法と1707年合同法で、イギリス王位継承権がプロテスタントに限定されたため、継承順位が50位以下だった祖母の、ゾフィー・ホンデ・アプ・ファルツは一気に継承順位2位まで上がった。1714年にゾフィーとアン・ジョが相次いで崩御すると、父のハノー・ファー選定校・選ンテゲオルク・一世ルート・ビヒは、イギリス王位を継承した。 父の治世初期は反対派の政治家に味方し、1720年に反対派が与党と和解するまで続いた。1727年に即位した後、イギリスの内政はグレートブリテン議会が司どり、ジョージ2世が干渉することは少なかった。選定校としては、ハローファーで12回の夏を過ごし、そこでは政府の施策を直接指示した。 長男のフレデリック・ルイスとは仲が悪く、フレデリックは議会で野党を支持した。オーストリア継承戦争中の1743年にデッティンゲンの戦いに参加、戦闘に参加したイギリス国王,王としては最後となった。1745年、カトリック教徒であるジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートの王位継承権を支持したジャコバイトはジェームズの子。 チャールズ・エドワード・スチュアートに率いられて、最後のジャコバイト放棄を起こし、ジョージ2世を廃位しようとしたが失敗した。フレデリックが1751年に創生したため、ジョージ2世が1760年に崩御すると、孫のジョージ3世が王位を継承した。ジョージ2世の崩御後2世紀の間、歴史家は彼の愛称、短期さ、そして素やさを軽蔑した。その後は、 再評価が進み、彼の外交政策と軍人の任命に対する影響が評価された。突起のない限り、日付はグレゴリオ歴で統一する。幼年期のジョージ2世と、母、ゾフィードロテアフォン・ツェレ、妹、ゾフィードロテアフォン・ハノーファー、1691年頃。ジョージは、ドイツのハノーファーで、ブラウンシュバイク・カレンベルク公主ゲオルクルートビヒト、 その妻、ゾフィードロテア・フォンツェレの間で生まれる。3歳の時、妹のゾフィードロテアが生まれる。1692年に、ソフ・エルンスト・アグストが、ブラウンシュバイク・リューネブルク戦ン帝に上される。ジョージの両親がそれぞれ不倫した結果、1694年に、ゾフィーが、ゲオルク・ルート・ビヒを捨てたとして結婚が解消された。彼女は、アールデン・城に遊兵されて、 子供二人と会うことも許されず、以降ジョージとその妹は母に会うことがなかったとされる。ジョージは4歳まで当時外交と宮廷の共通語であったフランス語しか話さなかったが、その後は家庭教師の一人、ヨハン・ヒル・マルホルシュタインからドイツ語を学んだ。フランス語とドイツ語のほか、英語とイタリア語も学び、また経図学、軍事史、戦術をとりわけ勤勉に勉強した。 ジョージの、またジューマイアンは1702年に、イングランド、スコットランド、アイルランドの王位を継いだが、子供がすべて養成したため、イングランド議会は1701年王位継承法で、アンの最近親かつプロテスタントである、ジョージの祖母ゾフィー・ホーンデアプファルツとその子孫を、イングランドとアイルランドにおけるアンの継承者と定めた。その結果、ジョージは、祖母と父に継いで、 三王国のうち二国において、多い継承順位で三位となった。1705年のゾフィー帰化法によりジョージは、イングランドに、帰化、さらに1706年には、ガーター勲章を授与され、イングランド貴族のケンブリッジ公爵、ケンブリッジ公爵、ミルフォードヘイブン伯爵、ノーザラトン子爵、テュークスベリー男爵に除された。1七百七年合同法により、イングランドとスコットランドは、 グレートブリテン王国に合併、両国は連合して、イングランド法である1701年王位、継承法を承認した。キャロライン・オブ・アーンズ・バック、ゴドフリー・ネラー作、1716年。ジョージの父は不幸な結婚をしたが、彼はジョージが同じ鉄を踏まないよう、結婚が正式に決定される前にジョージと言い,い名付けを合わせた。 ホルシュタインゴットルプ公の未亡人及び殺傷であるヘドビグ・ソフィア・アブ・スベーリエとの演談が1702年から進められたが、後に話が立ち消えとなった。1705年6月、ジョージはムッシュ・ドブッシュという偽名を使ってアンスバッフ派校寮の夏宮のあるトリースドルフを訪れ、匿名でオバノ・おばのゾフィー・シャルロッテ・フォン・ハノーファーが貢献した。 演談の相手キャロライン・オブ・アーンズバックを調査した。イギリスの中派のオファー大使、エドマンド・ポーリーによると、ジョージは他の誰も考えられないほどに彼女に好意を持ったという。婚約は7月末には成立した。1705年9月2日、キャロラインはハノーファーに到着、結婚式はその夜にヘレン・ホイザー宮殿で執り行われた。ジョージは 大仏戦争のフランドル戦線に参戦したかったが、彼の父は、彼の継承者となる男子が生まれるまで、それを許さなかったとした。そして、1707年2月に、フレデリック・ルイスが生まれると、ジョージの参戦という望みが叶った。7月、キャロラインは、天然痘で重病に陥り、ジョージも付き添って看病したため感染した。二人とも回復した。 1708年、ジョージは、アウデナールでの戦いで、ハノーファー・騎兵の前衛として参加、乗った軍馬と隣の大佐が戦死したが彼自身は、無傷だった。イギリス軍総司令官マールバラコージョン・チャーチルは彼を称賛し、ジョージが、軍の戦闘に立って突撃し、軍を奮起させたことで極めて目立つ存在となり、この嬉しい勝利に大きく貢献したと記述している。 1709年から1713年まで、ジョージとキャロラインの間でさらに3人の娘アン、アメリア、キャロラインが生まれた。1714年には、アン女王の健康が悪化しており、ハノーファー家の継承を支持した保育党は、アンの死後に、プロテスタントによる継承を保障するよう、ハノーファー家のうち一人をイングランドに住ませようとした。ジョージが、イングランド貴族であったため、 貴族院に招集することが提案された。しかし、ジョージ、キャロライン、ゾフィーの3人が同意したにもかかわらず、アン・女王とジョージの父は反対した。結局ジョージは貴族院へ行かず、同年にゾフィーとアンが死去したため、ジョージの父が即位した。ジョージ一世との父は1710年頃のロンドンジョージ二世の肖像が、ゴドフリーネラー作、1716年。 1714年9月27日、ジョージは父と共にイングランドへ向かうためにハーグを出港、2日後にグリニッチに到着した。翌日、式典が取り行われて2人は正式にロンドン入りした。ジョージはプリンス・オブ・ウェールズの称号を与えられた。キャロラインは10月に娘たちと共にロンドンに着くが、フレデリックはハノーファーに残り、 家庭教師に育てられた。ジョージにとって、ロンドンのような大きい町は初めてであった。ジョージは、自身には、イングランド人の地しか流れていないなど、イングランド人を称賛する言葉をたびたび言って、人気を博した。1716年から1727年まで、ダブリン大学総長を務めた。1716年7月、ジョージの父は、 ハノーファーへ6ヶ月間帰国したが、ジョージは、父の不在の中、王国史語権総督として限定的な権力を持って、統治した。彼は、イングランド南部のチチェスター、ハバント、ポーツマス、ギルフォードに行行した。また、ハンプトンコート宮殿では公開で食事をした。ドルーリー・レーン劇場では、ジョージの暗殺未遂事件が起こり、暗殺者が取り押さえられる前に一人が射殺されたが、 この事件は、ジョージの人気を高めた。ジョージの父は、ジョージの人気に嫉妬したが不信感を持ち、それが、結果的には二人の不和に寄与した。1717 17年、ジョージに二人目の男子ジョージ・ウィリアムが誕生するが、家族の内紛を引き起こす事件となった。ジョージの父は慣令に従い、宮内長官の初代、入閣する公爵を洗礼式での名親に指名したが、 入荷する公爵をけ嫌いしたジョージは拳を突き出して、お前は悪党だ。本性を暴露してやる。と言い、入荷する子は勘違いして、お前は悪党だ。戦ってやる。という決闘の申し込みと考えたため、ジョージの父は激怒した。ジョージの父の命令により、ジョージとキャロラインは軟禁され、二人は後にセントジェームズ宮殿を追放された。 二人は宮廷を離れたが、二人の子供たちは、ジョージの父が引き取って養育した。ジョージとキャロラインは子供たちと会うことを絶望した。ジョージの父からの許可なしに宮殿を秘密裏に訪れたことがあったが、キャロラインはそっと押してジョージは子供のように泣いた。ジョージの父の怒りも少し和らいで、二人が週に一度訪れることを許し、後にはキャロラインに無条件の許可まで与えた。 翌年2月、ジョージ・ウィリアムはジョージが見取る中で亡くなった。野党活動宮殿の出禁を喰らい、父からも面会を避けられたことで、ジョージは、その後数年間ジョージ一世の政策の反対派に、接近した。これには、グレートブリテンにおける、宗教寛容とハノーファーによるスウェーデンのドイツ領の、ダッシュなどが含まれた。ジョージの新しい住居である、レスターハウスは、 ジョージ一世の野党、例えば、ロバート・ウォルポールや、第二代、タウンゼンド施爵など1717 17年に官職を、辞任した人々の溜まり場となった。ジョージ一世は1719年5月から11月の間、ハノーファーに滞在した。今度はジョージを王国守護権総督に任命せず、接唱委員会を成立させた。1720年、ウォルポールは、 民衆の団結のためだとしてジョージとジョージ一世の和解を促し、二人は受け入れたが、それはあくまでも渋々やったことであった。こうして、ウォルポールとタウンゼンドは政権に復帰した。しかし、ジョージはすぐに和解の内容に幻滅した。ジョージ一世に引き取られた、ジョージの三人の娘は引き取られたままであり、また、ジョージ一世の不在時に摂政に就任することも、 禁じられたままであった。そのため、ジョージはウォルポールが権力を奪回するために、彼をうまく騙して和解させたと考えた。その後数年間、ジョージとキャロラインは静かに暮らし、大々的に政治活動をしなかった。二人の間に新しく生まれたウィリアム・オーガスタス、メアリー、ルイーズは、レスター・ハウスとジョージの夏宮である、リッチモンド・ロッジで育てられた。 1721年、ウォルポールは南海放末事件による経済危機で政権の頂点まで上り詰めた。この時期、ジョージ一世は、トーリー党が1701年を追い継承法による、王位継承を支持しないことを恐れたため、ウォルポールとホイックが政界を主導した。ホイックの権力の大きさは、その後半世紀もの間トーリー党政権が生まれないほどであった。 チャールズ・ジャーバスによる、肖像が、1727年頃1727年6月22日、ジョージ一世がハノーファーへの帰国中に死去。ジョージは43歳で、ジョージ二世として、グレートブリテン王を、ゲオルク二世アウグストとして、ハノーファー選定校を継承した。ジョージ二世は、父の葬式のために、ドイツへ行くことはしないと決めたが、批判を受けることはなく、逆に、 イングランドへの行為として、イングランドで称賛された。ジョージ一世は遺言状で、ジョージ二世の孫の代での相続は、単独相続でなく、イギリスとハノーファーとで分割することを定めたが、ジョージ二世は遺言状を握りつぶした。イギリスとハノーファーの官僚は、ジョージ一世の一存で、相続法を決めることはできないので、遺言状は違法であるとした。一部の批評では、ジョージ二世が、 父の遺産を分割したくなかったために遺言状を隠したと考えられた。ジョージ2世は1727年10月22日にウェストミンスター寺院で退官した。作曲家、デオルク・フリードリヒ・ヘンデルは招聘されて、死祭座読など、ジョージ2世の退官式アンセムの4曲を作曲した。ウォルポールは、ジョージ1世の政府に入ったため、ジョージ2世に嫌われ、 その即位に伴い更迭されて、サースペンサー・コンプトンに交代するものと思われていた。実際、ジョージ2世は、初めての直後の起草を、ウォルポールではなく、コンプトンに求めたが、コンプトンはウォルポールに書かせた。ウォルポールが王室費80万ポンドを確保したことで、キャロラインに取り入ることに成功。キャロラインは、ジョージ2世に、ウォルポールを留任させるよう勧めた。 ウォルポールが議会で安定多数を確保したこともあり、ジョージ2世はウォルポールの留任か、正常不安を選ぶしかなかった。コンプトンは翌年ウィルミントン男爵に除された。イーノック・シーマンによる肖像が1730年頃ウォルポールは内政を司さどり、規定のタウンゼンド死者が1730年に辞任すると外交政策も支配した。歴史家の間では、 ジョージ2世が象徴的な役割しか果たさず、ウォルポールなどの上級官僚の政策や進めにおおむね従ったことが通論である。ジョージ2世はヨーロッパにおける戦争に前向きだったが、内閣はより慎重だった。英日戦争は終結し、ジョージ2世はウォルポールに圧力をかけてポーランド、継承戦争にドイツ側で参戦させようとしたが失敗した。 1733年4月、ウォルポールの物品税法は与党を含め反対、多数だったため彼は引っ込めざるを得なかった。ジョージ2世はウォルポールを援護して、法案に反対した議員を、宮廷の官職から罷免した。また1732年にはウォルポールに、ダウニング街10番地の邸宅を与えたが、以後歴代のイギリス首相はここに住み続けることになった。 家族の問題、ジョージ2世と息子で、推定相続人である、プリンス・オブ・ウェールズ・フレデリック・ルイスの関係は1730年代に悪化した。フレデリックの両親、ジョージ2世とキャロラインが都営した、時、フレデリックはドイツに留め置かれ、以降14年間会うことはなかった。1728年に、イングランドに渡ったが、すぐさまに、野党の表看板となった。 ジョージ2世が1729年、1732年、1735年夏にハノーファーを訪れたとき、イギリスの折衝委員会の委員長には、フレデリックではなくキャロラインを任命した。また、ジョージ2世と議定のプロイセン王、フリードリ・ヒビル・ヘルム1世への対抗により、プロイセンとハノーファーの返境で緊張が生じ、国境地帯での動員、 および二人の間で決闘を行う提案がなされた。フレデリックとフリードリヒ・ビルヘルム一世の娘、ビルヘルミンでの結婚に関する交渉は数年間伸びたが、両国とも相手が要求した情報に同意せず、結局結婚の提案は、お蔵入りとなった。その代わり、フレデリックは1736年4月に、オーガスタ・オブ・サクス・ゴータと結婚した。1736年5月、 ジョージ2世は再びハノーファーに帰国したが、今度はイングランドで批判された。セントジェームズ宮殿のゲートには、妻と6人の子供を貧困の中に残し、いなくなったか、家から離れた男とする風刺的な貼り紙が貼られた。12月に天候が荒れ模様になったので、ジョージ2世は戻ろうとしたが嵐に遭い、ロンドンでは溺れて死んだとする噂が流れた。 やがて、ジョージ2世は1737年1月にイングランドに戻ったが、直後に自覚と熱を出して寝込んだ。すると、フレデリックは、ジョージ2世がもうすぐ死ぬと言い、ジョージ2世は噂を打ち消すために無理して、社交イベントに出席した。フレデリックが議会に王室費の増額を要求すると、抗論が起こった。ケチで知られたジョージ2世は、 自断で解決しようとしたが、フレデリックで解決された。議会は反対多数で、王室秘増額を却下したが、ジョージ2世は、ウォルポールの勧めで嫌々ながらも、フレデリックへの支給を増やした。1737年7月、さらなる事件が起こった。フレデリックは、娘の出生に、ジョージ2世とキャロラインを立ち合わせないよう、妊娠中の妻を包んで馬車に乗せ、真夜中に逃げたのだった。 ジョージ2世はフレデリックとその家族を宮廷から追放した。ジョージ1世のジョージ2世に対する仕打ちとほとんど同じであり、ただ一つの違いはフレデリックの子供を取り上げなかったことだけだった。直後、キャロラインが1737年11月20日に死去した。ジョージ2世は妻の死を深く悲しみ、その敏感さはそれまで皆もが彼にはその感情がないと、 考えたほどであった。キャロラインは、自らの死の床で悲しむ夫に再婚するよう言ったが、ジョージ2世は、ノン、ジェー、アウライデメトレス、と答えたという。ジョージが結婚の時にはすでに愛人を持っていたことは、広く知られており、彼はキャロラインにもそれを知らせた。サフォーク伯爵夫人、ヘンリエッタ・ハワードは、アン・女王の知性に、夫と共に、ハノーファーへ移住し、 キャロラインの寝室付き女官を務めた。彼女は、ジョージ一世が即位する前からジョージ二世の愛人であり、その関係は1734年11月まで続いた。次の愛人は、アマーリエ・ゾフィー・ホン・バルモーデンであり、1736年に生まれた息子、ヨハン・ルート・ビヒ・ホン・バルモーデン・ギンボルンは、ジョージ二世との間で生まれた可能性がある。ヨハン・ルート・ビヒは、 アマーリエが離婚する前に生まれた子供であり、ジョージ2世は公的には彼を認知しなかった。ジョージ2世はハノーファー選定校を兼ねていたので、ハノーファーに滞在してイギリスを留守にするときは、キャロラインが没する1737年まで、たびたび摂政を務めた。また北アメリカ大陸に13番目の植民地、ジョージアが建設されたのもこの時であった。ジョージアの名は、 ジョージ2世にちなんで名付けられたものである。ハノーファーにもゲッティンゲン大学が創設された。戦争と反乱、ウォルポールの意志に反し、ジョージ2世が喜んだことに、イギリスは1739年にスペインとの戦争を再開した。イギリスの対スペイン戦争であるジェンキンスの耳の戦争は1740年に新生ローマ、皇帝カール6世が死去した後に勃発した。 オーストリア継承戦争の一部となった。問題となったのはカール6世の娘マリア・テレジアによるハプスブルク家領の継承権であった。ジョージ2世は1740年と1741年の夏をハノーファーで過ごし、選定校としてヨーロッパ外交に介入した。フレデリックは1741年イギリス総選挙で野党を支持して、 選挙活動を精力的に行い、ウォルポールは安定多数を確保することに失敗した。ウォルポールはフレデリックに王室非支給の増額と負債の帳消しを提案して買収しようとしたが断られた。ウォルポールは支持を失ったことで1742年に20年間、勤めた首相を辞め、ジョージ2世が1727年に任命することを考えたウィルミントン伯爵が代わりに就任した。 しかし、ウィルミントン白爵には実験がなく、実際に牽制を振るったのは、ジョージ二世の超新カートレット男爵だった。1743年に、ウィルミントンが死去すると、ヘンリー・ペラムが首相に就任した。1743年のデッティンゲンの戦いにおける、ジョージ二世、ジョン・ウートン作。ジョージ二世のハン・クラウン銀貨1746年。国印は、 ギアジス、ツーデイ・グレイシアと書いており、ジョージ2世の肖像の下にある、ライマの字はこのコインが、オーストリア継承戦争中に、リマでスペイン財宝艦隊から奪った銀で鋳造されたことを示す。カートレット率いる主戦派は、マリア・テレジアがオーストリアを継承できなかった場合、フランスの勢力がさらに増長すると主張した。ジョージ2世は、ヘッセンと デンマーク傭兵1万2千人をヨーロッパ大陸に派遣して表面上はマリア・テレジア支持をその目的とした。しかし彼は内閣と協議せずに派遣軍をハノーファーに駐留させフランス軍による先定綱領への侵攻を防ごうとした。イギリス陸軍は20年以上大規模な戦争を戦っておらず政府はその保守を怠けた。ジョージ二世は軍隊の階級に 専業主義を導入しようとし、階級の売買で決めるのではなく、選考による昇進を推進したが、成功しなかった。オーストリア、イギリス、オランダ、ハノーファー、ヘッセンの連合軍は1743年6月27日のデッティンゲンの戦いで、フランス軍と戦った。ジョージ2世は、申請して、フランス軍を撃破。 自ら指揮を取って戦った最後のイギリス国王となった。ジョージ2世の行動は称賛されたが、イギリス大衆はジョージ2世とカートレットがイギリスよりハノーファーの利益を優先したと感じ、戦争自体が不人気となった。カートレットは支持を失って辞任、ジョージ2世を狼狽させた。ジョージ2世が カートレッドの勧めばかり採用して、他の閣僚からの大ピット入閣の圧力を跳ねつけたことで、ペラム内閣との間の緊張が高まった。大ピットは、与党の政策に反対し、親派のオファーと見られた政策を攻撃したことで、ジョージ2世の不況を買っていた。1746年、ペラムとその支持者たちは辞任した。ジョージ2世は、 バース伯爵とカートレットに組閣を命じたが、どちらも48時間以内に議会の十分な支持を得られないとして辞退した。ペラムは清掃に勝利して首相に返り咲き、ジョージ二世はピットの入閣を容認せざるを得なかった。フランスはカトリックの多い継承者であるジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートを支持するジャコバイトによるジャコバイト放棄を支持した。 ジェームズは1688年に廃位されたジェームズ2世の息子である。1715年の放棄と1719年の放棄はどちらも失敗したが、老神王の子、チャールズ・エドワード・スチュアートは1745年7月にジャコバイトが最も支持されているスコットランドに上陸した。ハノーファーで夏を満喫していたジョージ2世は8月末にはロンドンへ戻った。 ジャコバイトは9月のプレストンパンズの戦いでイギリス軍を破った後南のイングランド領へ進軍した。しかしジャコバイトはさらなる支持を得ることができずフランスも支援の約束を破ったためジャコバイト軍は戦意を失ってスコットランドへ撤退した。1746年4月27日チャールズはジョージ2世の軍人肌の息子カンバーランド公。 ウィリアム・オーガスタスとカロデンの戦いで戦い、イギリス本土で戦った最後の陸上戦となった。チャールズはフランスへ逃げ帰ったが、多くの支持者が捕らえられて処刑された。ジャコバイト主義は潰され、以降スチュアート家復帰の試みはなくなった。オーストリア継承戦争自体は1748年にマリア・テレジアがオーストリア女大公として承認されるまで続いた。講話は ロンドンのグリーンパークでの祝祭で祝われ、ヘンデルは祝祭のために王宮の花火の音楽を作曲した。ジョン・シャクルトンによる肖像が1755年以降1747年、イギリス総選挙において、フレデリックは再び野党側に立って選挙活動をしたが、ペラム派はやすやすと勝利した。ジョージ2世が以前したように、フレデリックは レスタースクウェアで野党を招待した。フレデリックが1751年に急死すると、その長男のジョージ王子が、王位の推定相続人になった。未亡人となった、オーガスタ・オブ・サクス・ゴータを不憫に思い、ジョージ二世は、彼女と共に、フレデリックの死を悲しんだ。ジョージ王子が成人に達するのは1756年まで、待たなければならなかったため、 新しい接種法が成立、ジョージ2世が死亡した場合には、オーガスタが接種に就任、カンバーランド公焼率いる委員会が補佐するとした。また、ジョージ2世は新しい遺言状を書き、カンバーランド校ハノーファーにおける単独の接種に任命した。年末には、ジョージ2世の末娘ルイーズが死去、ジョージ2世は我が家庭にとって破滅的な年だった。 私は長男を失った。それは嬉しく感じたが、今、ルイーズが去った。私は、私の子供たちが若い頃に、彼らを愛さず、彼らが私の部屋へ走ってくることを嫌った。しかし、今は、ほとんどの父親と同じように彼らを愛していると、哀悼した。七年戦争1754年、ペラムが死去し、公認の首相に入閣する公爵が就任した。 フランスとイギリスの敵対、特に北米の植民地化をめぐって競争が継続した。フランスによるハノーファー侵攻を恐れたジョージは、老いのフリードリヒ2世が統治していたプロイセン王国と同盟した。ロシアとフランスは、元は敵国であったオーストリアと同盟した。フランスによるイギリス領ミノルカ島への侵攻により、1756年に7年戦争が勃発した。 初動で敗北が続いたことで大衆に不満が生じ、入滑する公爵は辞任して、公認首相にはデボンシャー公爵が、南部担当国務大臣には大ピットが就任した。翌年4月、ジョージ2世はピットを罷免、自分のより好む内閣を組織しようとした。しかし、その後3ヶ月間、安定した政権を樹立する試みは失敗した。例えば、6月には、 ウォールドグレーブ伯爵に祖閣の対面が降りたが4日で辞退した。結局7月の初めにはピットが召喚され入滑する公爵が首相に返り咲いた。ピットは国務大臣として戦争に関する政策を主導した。グレートブリテン、ハノーファー、プロイセン、そして同盟国のヘッセンカッセル砲白寮、ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル公領はフランス、オーストリア、 ロシア、スウェーデン、ザクセン選定公領と敵対した。戦争の戦場は、ヨーロッパ、北米、インドと世界中にわたっていた。そして、ロバート・クライブが、アルコットイセ戦とプラッシーの戦いで勝利したことで、インドにおける、イギリス領が拡大する結果となった。カンバーランド港、ウィリアム・オーガスタス、ジョシュア・レノルズ作、1759年頃。 ジョージ2世の息子であるカンバーランド公は北ドイツで軍を率いていた。1757年、ハノーファーが侵攻を受けたため、ジョージ2世はカンバーランド公に全権を任せ、単独講和を許可した。しかし、彼は9月にはカンバーランド公の結んだクローステルチェイベン協定がフランスに有利だとして激怒した。ジョージ二世はカンバーランド公が私を恥ずかしめ、 自らを貶めたと言った。カンバーランド公は軍を辞任し、ジョージ2世は、フランス軍が停戦の後に、ヘッセン軍の武装解除を行って、協定を破ったとして、協定をひっくり返した。1759年の奇跡の年において、イギリス軍は、エイブラハム平原の戦いで勝利して、ケベックシティを占領、西インド諸島では、グアドループ島を占領した。フランスによる、 イギリス本土侵攻の計画は、ラゴスの海戦とキブロン湾の海戦の敗北で、失敗に終わり、ハノーファーでもフランス軍が進軍を再開したが民連の戦いでイギリスとハノーファーの連合軍に敗れた、ことで進軍が止まった。放御1760年10月には、ジョージ2世の片目が失明、また難聴も起こしていた。10月25日の朝、ジョージ2世はいつも通りに6時に起き、 ホットチョコレートを一杯飲んだ後、一人で、クローズスツールへ向かった。数分後、金次が何かが倒れる。大きな音を聞きつけてくると、ジョージ二世が床に倒れていた。ジョージ二世はベッドまで運ばれ、アメリア王女へ、知らせが送られたが、ジョージ二世はアメリアが駆けつけてくる前にこと切れた。ほぼ77歳に達した。ジョージ二世はそれまでのイングランドやイギリス君主よりも、 長生きだった。その後、解剖により、ジョージ二世の心臓の右心室が、初期の大動脈瘤で破裂していたことが、明らかになった。ジョージ二世の孫ジョージ三世が王位を継承した。ジョージ二世は11月11日に、ウェストミンスター寺院で埋葬された。ジョージ二世の遺言により、ジョージ二世と1737年に崩御した、キャロライン王妃の棺の横板が外され、 二人の遺体が寄り添うことができるようにされた。彼はウェストミンスター寺院に埋葬された国王としては最後となった。ジョージ2世の宝魚は7年戦争とフランスとの一連の植民地戦争が1763年のパリ条約で終結する3年ほど前であったが、この時イギリスの勝利はほぼ確実になっていた。ロンドンのゴールデンスクエアにあるジョージ2世の石像。 ジョン・ノスト作、1753年。ジョージ2世は大英博物館が設立された4年後の1757年に王立図書館の蔵書を寄贈した。彼は読書、美術、科学に興味を持たず、暇な時は馬上で鹿刈りをすることやカード遊びを好んだ。1737年、彼はハノーファー選定綱領における初の大学である。 ゲオルク・アウグスト大学ゲッティンゲンを創設1748年にそれを訪れた。1902年には彼を記念して小惑星359番がジョージアと名付けられた。1716年から1727年までダブリンのトリニティカレッジの学長を務め、1754年にはニューヨーク市のキングスカレッジの直居場を出した。 1732年に、直居上で成立したジョージア植民地は、ジョージ2世にちなんで名付けられた。ジョージ2世の知性、イギリスの領土は、世界中で拡大、ジャコバイトのハノーバーアサに対する脅威が消滅、イギリスの内閣と議会の権力が確立した。にもかかわらず、第2代ハービー男爵や、ホレスウォルポールなど同時代の人々の回想録では、 妻と閣僚に支配された弱いお太鼓という印象で除述された。19世紀と20世紀初期に書かれたジョージ2世の伝記はこれら変更した記録に頼っていた。20世紀最後の四半期では現損する文通などの学術的な分析により、ジョージ2世は以前思われていたような無能ではないことが示された。ジョージ2世は閣僚からの手紙への適切な意見を 手紙の注釈につけ、自身の外交政策に対する知識と関心を裏付けた。彼は嫌った閣僚や、軍の指揮官の任命を防いだり、官職に追いやったりすることができた。しかし、これらの学術的な再評価をもってしても、弱々しく馬鹿げた王という大衆の印象を完全に拭い去ることができなかった。例えば、彼の倹約さはたびたび馬鹿にされたが、彼の電気作家は、 浪費よりもケチの方がいいとした。初代チャールモント伯爵は感覚に正直であることは疑瞞よりいいとして常時二世の短期差を許し彼の気象は衝動的で短期だったが気立ての良く正直なものだった。王族として感情を偽装するスキルは全くなかったが彼はいつも表裏がなかった。彼は人を怒らせるかもしれないが人を欺くことは 決してしなかった。と書いた。第二代ウォールドグレーブ伯爵は誰も避けられない最も明るい性格をもけがすシみや汚れが時間と共に落ちた後彼が愛国王として数えられその政府の地下人民が最も幸福に生きた王として記憶されることを私は完全に信じている。と書いた。ジョージ2世は歴史において強い役割を演じなかったかもしれないが 時には、その影響力を発揮し、立憲君主制を擁護した。エリザベス・モンタギューは、ジョージ2世について、彼といれば、私たちの法律と自由は安全である。彼は人民を信じ、外国政府を尊重した。その性格の安定さにより、動乱の時期にも大きな影響力を行使することができた。彼の性格により、死死の主役になることには値しないが、 歴史の落ち着いた一ページではよく見えるでしょう。と言った。ジョージ2世の称号は、ジョージ2世、神の恩寵により、グレートブリテン、フランス、アイルランドの王、信仰の擁護者、ブランズウィック・リューネーブルクの王やけ、神聖ローマ帝国の大水筒館及び先帝公、である。ジョージが1714年にプリンス・オブ・ウェールズになると、国章の使用が許可されたが、 右下のハノーファーを示す部分に、ギュールズ単色のインウェスカッシャンが追加され、さらに全体で3つのアージェントのタレがある、ホワイトレーブルが追加された。クレストにはアーチが1つあるコロネットが含まれた。国王に即位した後は、父が使用した紋章と同じものを使った。王妃キャロラインは10回妊娠し、合計3男5女を設け、うち7人が成人した。は、イングランド王ジェームズ世と、 王妃ンの長女、チャールズ一世の姉である。エリザベスの子女のうち、安城在時点で存命、かつプロテスタントだったゾフィーが継承権を持ち、今日でもその子孫のみが、イギリスの多い継承権を持つ。ハノーファーは、家屋が1800件あったが、ロンドンは10万件あった。大ピットを入閣させて、支持基盤を拡大する、という思惑である。ありがとうございます。